ファシットは1922年にスウェーデンのオートビーダベリでオートビーダベリ工業株式会社として設立された事務機器の製造業者である。ファシット社製の機械式計算機、1954年機械式計算機の製造業者であったファシット社は1922年にオートビーダベリ工業参加に収まった。1932年に 最初の10桁計算機がオートビーダベリ工業で製造され、フォキットと命名されて大変な成功策となった。1960年代初めに子会社のファシット社がオートビーダベリ工業の事業内で支配的な地位を占めるようになり、1965年に会社の名称をファシット株式会社に変更した。その当時、オートビーダベリ工業は百カ国以上の子会社で、 総計8000名を雇用していた。人望あるグンナール・エリクソンの指導の下で会社は機械式計算機のブランド展開、市場展開への比重を高めていき世界的にも拡大していった。この戦略はニューディールと言われた。1960年代を通してファシット社は成長をするとともに高い収益性を身につけた。しかし、 時と共に電卓が急速に性能を向上させ、市場で大きな割合を占めるようになってきた。1965年には全世界で4000台のデジタル電卓しか販売されなかったが、翌年には2万5000台に達し1967年は市場の15%を占めるまでになった。ファシット社はこの壊滅的な危機に日本の早川電気工業株式会社と提携する。 ことで対処した。電卓は日本で製造し、1965年から1967年の間にファシット社が自社の国際販売網を通して自社ブランドで独占的に販売した。早川電機工業が独自の国際販売網を構築すると2社間の関係に緊張が高まった。1970年にファシット社は成長の頂点に、 多種世界中で1万4000名以上を雇用していた。1971年には近代的な日本製の電卓がファシット社の製造する機械式計算機を簡単に球体化させ深刻な嘆きを与え始めた。この結果ファシット社は実質的に一晩で廃業に追い込まれた。この失敗はファシット社が近代的な電卓の優位性を認めることを拒否し、 同様に市場の新しい需要に応じて適応や変化をしようとしなかったことの結果として終焉を迎えてしまったと見ることができる。その他の要因としてよく言われることは参加に収めた企業の研究開発機能をまとめ上げることができなかったこととファシット社のような比較的小規模の企業では米国の同種の企業と比較して研究開発の資源が限られていたということである。 ファシット社は1973年にエレクトロラックス社に1983年にはサイドエリクソン社に売却されたことによりマイクロコンピュータの製造を始めることになった。4年間でファシット社のホームコンピュータはスウェーデンで一般的なものとなりプログラミング言語としてベーシックの派生言語を同梱して革新的なソリューションを提供した。 しかしながら、この冒険的事業が採算を取れるようになることはなく1988年に終了した。会社は、海外資本の親会社の間で徐々に分割されていき、ファシット株式会社という名称で知られる、存続会社も、最終的には1998年で亡くなった、ピーターソン、T.I., トナイクレイブルーシオネンズセントラム、 ォータグジルドニングウベックリングアイフォキット1957から1972ウプサラペーパーズインファイナンシャルビジネスヒストリーレポート16カルキアレイターズディスラップテッドありがとうございます